スタートしました。おっと10番のハッピーユニバース後方から、他はまずまず、さあ先行争い4番ズミモンがスーッと出ていきます。外から7番 TS クライ、押して押して迫っていって、間からは6番リバティハイツ、その内から2番のソウルスターリング、2馬身相手3番当選ビクトリー、各馬1コーナーのカーブです。前は2頭並んできました。4番のつづみもんの外から7番 TS クライ、やはり行きました。花を取り切って2馬身リードを広げます。その後ろ3番手の位置に2番のソウルスターリングがつけて、1馬身6番リバティハイツ、半馬身外には11番エテルナミノル向こう上面です。内から接近1番アグレアーブル、3番の当選ビクトリー、外並んで1馬身5番フロンティアクイーン、それに内から接近8番のアンドリエッテ、それから2馬身9番ディアドラ、最後方3馬身10番のハッピーユニバンスという体型。向こう正面の中間を過ぎて3コーナーに向かいます。7番 TS くらい先頭、3馬身のリード800を通過、59秒で通過しました。その後ろは2番手に4番のつづみもんが続きます。1馬身差、3番手に2番のソウルスターリング、外から11番エテルナミノルがじわっと接近して、さらには6番リバティハーツもそれに接近して3、4コーナー中間へ。その後ろからは1馬身差、3番の当選ビクトリー、さらに外から5番のフロンティアクイーンが押し上げて、第4コーナー残り400を通過、4番ツミモンが先頭に立ちました。2番のソウルスターリング、その後ろには6番のリバティハイツ、さらに外からエテルナミノル直線コースに入りました。1番外から9番のディアドラの追い込み、あと2脚を切って先頭2番のソウルスターリング、外から9番ディアドラ捉えた、3番手には3番の当選ビクトリー、2番手に並んで、さらにフロンティアクイーン、2番手接戦、ディアドラゴールイン、大外から一気に突き抜けた9番ディアドラ、快勝です。